このスパ。いつも一生懸命なシエロちゃんが大好きです。お誕生日おめでとうございます。嬉しいな。ただいま。あら、シエロ、ずいぶんとご機嫌じゃない。お、顔に出てたかな。ファンの人たちからの手紙を読んでたのか。すごい数だな。うん、僕の誕生日のために送ってくれたみたいなんだ。ファンの人の気持ちがいっぱいこもってて、すごく元気になるよ。本当なら僕たちが元気づけなきゃいけないのに。気になる。私たちも読んでいい？アクセルハーツについて書かれてるものも多いからね。こっちの玉はもう読み終わったから自由に読んで。どれどれ。みんな踊りのキレがすごくて見とれてしまいます。特にシエロちゃん、一体どんな練習してるんですか？シエロの踊りは努力の賜物だからな。同じような練習をしたらこのファンが大変なことになりそうだ。あ、こっちは前にひったくり犯を捕まえたと聞きました。僕もシエロさんの一撃を食らってみたいです。ってまるでダクネスみたいなこと。シエロのファンはそういうところに魅力を感じる人も多いのかもしれないな。でもさすがにお客さんを殴るわけにはいかないよ。殴る代わりにシエロの力強さを踊りで表現すればいいんじゃないか。力強さを踊りで。わかった。僕、踊りで力強さを表現するためにもっと鍛錬してみるよ。今以上に鍛錬を。正気。まあシエロが決めたことだ。私も付き合うよ。リアちゃんも。誰かと一緒の方が鍛錬もはかどるだろうしな。今日はシエロの誕生日だし、私も何か手伝いたいんだ。ありがとう、リアちゃん。すごく助かるよ。誕生日に鍛錬なんて。はぁ、仕方ないわね。エーリカちゃんも付き合ってあげる。ありがとう。みんなで鍛錬なんて最高の誕生日だよ。最高ではない。でもまあ、シエロ、誕生日おめでとう。ありがとう。鍛錬鍛錬。このスパ。祝 2.5 周年、大盤振る舞いよ。一緒に盛り上がりましょう。今日はこのプレゼントをお渡ししますね。さあ、今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。このスパ